キムさん、韓国の気候は日本の気候と違いますかいいえ、日本とほとんど同じです。夏は日本の方が蒸し暑いです。冬はほとんど日本と同じです。ロバノフさんの国の冬は日本の冬と違いますかはい。日本よりモスクワの方が寒いです。 何度ぐらいですかモスクワの気温は冬に30度まで下がります。雪もたくさん降ります。0か30度ですかそうです。もっと寒い冬もあります。年によってです。どこでも同じぐらい寒いですかいいえ、ロシアは広いですからね。気温は場所によって違います。南の気候は 北の気候と非常に違います。西は東とはそんなに違いません。例えば南のコーカサスの方が北よりずっと暖かいです。ロシアで一番寒いのはどこですかヤクティアが一番寒いです。冬に気温は零下50度まで下がります。零下50度ですか。大変。 ロシアの冬は長くて大変寒いです。